オミクロン株の感染が全国で急拡大する中石川県内も感染が急激に広がっています県内ではきょう新型コロナウイルスの感染者が56人確認されました新たに職場関係でクラスターが発生しました県はきょう午前10時までに新型コロナの検査を214件行い4分の1以上に当たる56人の感染が判明しました 1>, 1日の感染者が50人以上となるのはこれで5日連続です今のところ経路がわからないのが半数近い27人となっているほか20代以下が41人で全体の7割以上を占めていますまた昨日までに発表された感染者のうち8人が同じ職場の従業員であることがわかり県は新たなクラスターと認定しました この職場では手洗いや消毒をこまめに行ったり食事の際は間隔を空けたりして感染防止対策を進めていたということです感染者の増加に伴い県のモニタリング指標も悪化傾向となっていて新規感染者数と経路不明者数がレベル2の感染拡大警報となっています